マーク・マーテルはカナダのミュージシャン。ケベック州モントリオール出身。サスカチュワン州のブライアークレストカレッジセミナリーに通い、1999年にルームメイトのジェイソン・ジャーメインだとクリスチャン・ロックを演奏するバンドダウンヒアを結成。大学卒業後にバンドは拠点をテネシー州ナッシュビルに移し、ワードレコーズと契約した。 バンドは2013年1月1日に活動休止。活動休止まで20枚のアルバムをリリースした。2011年9月、マーテルはクイーンの公式トリビュートプロジェクトであるクイーン、エクストラバガンザのオーディションに参加。オーディションのためにマーテルがクイーンの楽曲、愛にすべてを、を歌唱する動画が YouTube にアップロードされた。この動画は、 数日間で100万回以上の再生回数を記録し、2020年6月の時点で2100万回以上再生されている。動画のアップロードから1週間後には、ザ・エレン・ダージェネラスショーに出演した。結果的にマーテルはメンバーに選出され、2012年にクイーン・エクストラバガンザとの6週間のツアーに参加した。マーテルは2016年末までクイーン。 エクストラバガンザに参加した。2018年、クイーンのボーカリストであるフレディ・マーキュリーの反省を描いた電気映画、ボヘミアン・ラプソディの歌唱シーンの一部の録音に参加。ありがとうございます。